はいどうもカップ園長ですじゃあ今度は塩村さん行きましょうかね、立憲の塩村彩佳議員ですかね、まだなんか <laughs>、この人なんか、ずっと炎上してますけどね、何をやってるんですかねうん、なんか炎上芸に味しめちゃったんですかね、えー、今度なんかプロレス、プロレス団体に、なんかこの唾吐いたらしくて、えー、名誉毀損かなんかでこの訴えられかけて、させんンて速攻で詫び入れたっていう、そういうことらしいんですけどもね。<laughs> 暇なのかな、この人。方々になんかつばいて、えー。立憲民主党議員のアンチのプロレス芸、なんかそういう発言、ツイートかなしたらしくて、アンチのプロレス芸、なんだこれは。あで、このプロレス界が激怒していると。職業差別だと。プロレスラーやプロレスファンを侮辱していると。えー、大炎上していると。まあ、仮に事実の指摘だとしても、ね、あの言われた方が名誉毀損だって言ったら、名誉毀損になりますからね。 23日、立憲民主党の塩村大和参議院議員が発言したアンチのプロレス芸という言葉が炎上してますよと、これ知ってました、まあ、初めて聞いたんですけどね。えー、現在、国会ではホストクラブに通う女性の多額の付けについて、売り掛金について、えー、質問要望が飛んでるが、これに対して急先鋒として動いているのが塩村議員だと。 えー、塩村議員は AV 出演、えー、被害防止救済法、AV 新法でも能動的に動いていた議員だが、まあ、この時点で日本の敵ですけどね、えー、彼女が突如 X で、えー、ユーザーがホストクラブだけ売掛金認めないのかあ、ホストクラブだけ価格に上限を設けるのか、風俗への職業圧っはダメだめだが、それ以外の職業へのあっはいいのか、言っていることが完全に職業差別だろうとあ投稿したものに関し、えー、直接引用リポストにてひどいデマ、 逆にどういう認知,で流れで認知や流れでこんなデマやデマとも言えない不思議な話を信じてツイートするようになるのか知りたいいつものことでありますがもはやアンチのプロレス芸と投稿したと。ああ、なるほど。で、このアンチのプロレス芸という言葉にどういう意図でプロレスという言葉を使っているのかとプロレス業界やプロレスファンが激怒。 新日本プロレスやスターダムを、えー、運営するブシロードのー社長も意味不明な言葉が使われています訂正するか削除するか速やかな対応をお願いしますと該当、えー、の投稿に関して塩村議員に直接要望を送り大分市議会議員の、えー、スカルリーパーエイジも、えー、プロレスラーとして申し上げます国会議員なんですから言葉を選びましょう残念で仕方がありませんレスラーは命懸けてリングに上がっています謝罪と削除を求めますとリプライ 男子レスラー、女子レスラー、元 WWE レスラーやプロレス好き芸能人なども、さまざまな言葉で訂正を求め、プロレスファンからも職業差別発言、プロレスを見下してる、プロレスを愛する人間に対する侮辱と悲痛な声が上がってると。まあ思った以上に騒ぎになっちゃったんですね。うん。まあだから結局、この、ヨった連中っていつもそうだけどさ。 それ言われたら相手がどう思うかとか、ね、そういうことされたら相手がどう受け取るかっていう、そういう想像力って働かせないじゃん、こいつら。ね、自分たちが言ってることやってることは絶対的に正しい。ね、そうじゃない、違う意見とか違う行動は一切認めない。ね、そんなことばっかりやってるからこういうことになるんだよ。うん でこれを受けて、ね、塩村議員はプロスゲーはエンタメの世界ではよく使うことです言葉です放送作家の会議ではよく出てましたお決まりですが私とアンチ塩村のガチゲー少し話題になっているようなのでとお笑い用語辞典の URL を引用して投稿したがこれが完全に火に油状態に。 現在も炎上続いていて、この現状に社長も言い訳を求めることではない、いろいろ事情も終わりだと考えず、あえて速やかに訂正もしくは削除という表現をしたのに、残念と落胆した様子を見せたと。で引用元のお笑い用語辞典にも、プロレスを非喩として使われた場合の指摘が記載されているが、これが全く生かされていない状況に、塩村議員の行っている一連の行動には疑問が生まれる形だというふうに言っているんですけど。 まあでもなんか速攻でねこの詫び入れて削除したっていうなんかそういう話が続いてましたよね。うん、で、まあさらにね、なんかこの挑発というかね煽っちゃったもんだからあ、えー、余計怒りを買ってると、うん、で最終的にはこの謝罪 <laughs>、ね、だったら最初から舐めた口聞いてるだよって思いますけどね。うん まあただ僕もね、個人的にはこの昔、まあ、最近はまあちょっとなんか指摘があって、まあ、気をつけて使わないようにしてますけども、まあ、やっぱりあれですよね、プロレスが好きで、ね、プロレスを応援してる方とかね、実際にプロレスラーの方にしてみれば、 なんかのこの、要はこの芝居がかってるとか、このシナリオありきとか、小芝居っていうなんか、まあ僕はそういう言い方をして、かつてこのね、どうせ誰々と誰々のプロレスだろうみたいな、そういうこの言い方をね、してる時も確かに僕もありましたんで、でまあ僕はもう最近は、そういう使い方はしてませんけども、まあ、なんか真剣に、ね、真剣にやってる方にしてみればさ、うん、なんだよって。 ね、よく知りもしないくせに、なんだよって、やっぱりそう思うわけですよね。うん、でしかも、この人はねこのこの、国会議員ですからね、これでも。うん、それはやっぱりね、非難殺到してもしょうがないんじゃないですかね。うん、で、えーまあ、謝罪を求める、うんまあ、やんわりとね、うん、それ違うんじゃないんですかっていう感じで言ってやったのに、調子こいてね、だから何って。うん なもんだからあ、新日本プロレスがね、訂正を求める意見書を提出して、うん、最終的にはなんかすいませんって、謝罪して、あまあ、腹ん中じゃなんて思ってるか知らないですよ。ち <laughs>、うっせえな、そうせんみたいな、その程度かもしれないんですけども。新日本プロレスが24日、立憲民主党塩村議員に対して、プロレス芸という表現を使ったエクの投稿の訂正と撤回を求める意見書を送付したことは明らかにしたと。 た、まあ、多分そ,れそこまでしてくるとは思ってなかったんじゃないですか。うん、で,、えーでえー、それを受けて、塩村氏がその後、謝罪のコメントを掲載したと。 えとまあ、自身が、ね、国会で取り上げたアクシソーストクラブ問題の質問を巡って拡散されているデマに対して、えー、激しい怒りの投稿を繰り返す中、えー、一般ユーザーのポストを取り上げひどいデマ逆にどういう認知や流れでこんなデマやデマとも言えない不思議な話を信じツイートするようになるのか知りたいいつものことでありますがとあ不快感をあらわにしたその流れでこれらのデマについてもはやアンチのプロレス芸と表現していたと。 でこれに対して、えー、新日本プロレスが、えー、昨日投稿されたあ立憲の、えー、塩野彩香議員の投稿について、えー、同投稿の訂正もしくは撤回も求め意見書を本日、同、えー、議員及び立憲民主党宛に、えー、新日本プロレスリング株式会社と株式会社ブシロードファイトの連名において、あ連名にて送付、えー、したことをご報告いたしますと。 でプロレスファンからもひなの声が多く上がり炎上。プロレスの小島氏や秋山氏も、えー、ファンのプロレス愛に感謝するなど、えー、騒動になってしまったってことですよね。小島さん、秋山さん、なんか懐かしい名前ですね。で、えー、塩村氏は当初プロレス芸はエンタメの世界ではよく使う言葉で創造作家の会議でよく出てました。お決まりですが、私とアンチ塩村の、えー、ガチ芸、少し話題になっているようなんで、と弁明していたが、 新日本プロレスの声明が出た後のタイミングで謝罪文を公開、えー、こちらでのアンチのプロレスゲという言葉は謝罪と撤回をさせていただきますと表明していたとで続けて意味としてはデマを拡散して SNS で炎上して私がそれに対抗する的なものが出来上がっていて、えーまあ、テンプレ化しているということですよね SNS という会場で盛り上げエンターテインメント化しているという趣旨でした ゲイという言葉をくっつけるな、謝罪をという人もいますが、良くも悪くも芸能やエンタメとなっているという意味であり、芸能関係者からはゲイを評価する言葉との連絡をいただいており、意見の対立をもらえたことは申し訳なく思います。だ悪いとは思ってないということですよね。<laughs> <laughs> えまた、私個人としてはプロレスは小中学生の頃の会場に行ったり、テレビで見ていました。スターハンセン、ジャンボするな、小橋健太、各種の事態ですと。 あ俺と同じ世代だっけ、この人。ね、僕も小学生、ね、小学校5年生のときが一番プロレスあれですかね流行ってましたかね。確かまだねあの誰だっけ名前、どう忘れしちゃった。とりあえずプロレス見て次の日、学校でプロレスの技の掛け合いに、ね、プロレスを見てないとやっぱ参加できないから。 みんな一生懸命見てましたね。<laughs> 4四の字固めとかけて、いて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 みたいな。で、こひっくり返って、このいて,いて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 みたいな。よくやってましたね。うん。ジャンボ鶴田、オーコールですよね。うん。あの人もね、早くに随分、早くに亡くなられてしまいましたもんね。で、えー、トヨ豊田ナミ美、女子プロですか。 え福山市民会館で試合があったときは、一番いい席を親にせがんで買ってもらって会場で握手してもらったり、椅子の片付けをお手伝いしたりしてました。ここ最近は遠ざかってしまいましたが、最近深夜に、伝説プロレスの再放送を見て、ジャンボ鶴田氏や小橋健太氏の戦いに、再プロレスって面白いなと友人と話したばかりでしたと。そしてプロレス芸という言葉は最初のツイートのツリーにも添えましたが、放送作家時代によく会議でも使われてました。 もちろん企画を成功させるための意味ですので悪意はありませんがそうした経験も私の認識がずれていた一因であると思いますと長文で弁明してたそうですで最後はなので今回の件を反省しプロレスファンの方や関係者からも一度見に来るべきという意見に沿って見に行きたいと思いますおすすめがあればぜひコメント欄に書き込んで教えてください本当に申し訳ありませんでしたと結んでいたそうです <laughs> へえ。おすすめがあればとかようやるよな。<laughs> 私の問題投稿に反応されたプロレスラーの方ご存知でしたら教えてください。<laughs> なんですかね、仕返しに行くのかな。<laughs> えー、とりあえずね、怒られた、で叱られた、沙汰っていう、そういうことですかね、うん。まあ、面白いこと言ったつもりなんでしょうけど、とりあえず政治に利用するのはやめた方がいいですよね。うん ということで、えー、今回は以上です。